はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヤギオヤジです。天の川江戸川の団長にやってまいりました。はい、またあいにくの曇りで、ちょっとねお日さんが足らんやろうなと思って、少し、太陽が高く昇るのを待って団長です。気温の方もね落ち着いてきましたですね。今も全然暑くないです。はい、これからどんどん秋になっていくんだと思いますが、これからのね冬鳥とかにもすごい期待をしているところです。ちょっと間が空いてますけども、あの山田池公園とかねは一応行ってるんですよ。あの彼岸花をの群生してるところがちょっとあるしと思って取りに行ったんですけど、今年はちょっとタイミング悪いみたいで遅れてますよね。やっぱりこの猛暑が原因なんでしょうか。まあ、今日もちょっと200、800の練習、親指 AF の練習、それからドットサイトの練習兼ねましてやっていきたいと思います。温かい目でご視聴いただけるとありがたいです。それでは今日もよろしくお願いいたします。あ、飛んじゃった。あ、大詐欺だったな。足が黒かった。大サギです。なんかこうサイズで小サギ並んだらそら小サギちっちゃくてわかるんだけど、1羽だけ見ると大サギなのか小サギなのかすぐ区別がつかない。あそこにはカメラが乗ってますね。お、来た来た来た、お、来た、おー、カワセミ来た、カワセミ。どこまで行く？あそこに止まった。今300しかつけてないんですけど、いけるかな。あ、飛んだ、飛んじゃった。あ、ずっと向こう行ったな、行っちゃった。あ、あそこに磯ひよもおるよ。ワニはもおる。おー、飛んだ飛んだ飛んだ。じゃないよ。あれはちょっとくつろいでるセグロセキレイか、白セキレイか。なんであんなとこじっとしてんの。尻尾も振ってないよ。一生懸命さえずってますね。飛んでいったね。写真撮り忘れた。この間山田池公園でね、キセキレイを見たんやけど、なんかキレキレイ、綺麗かったな。その時の写真がこちらなんですけど、
最初新しい鳥かなとか一瞬思ったんやけども違ったんですよね。あんなに来てきれいって綺麗だったっけって思って。お？おるね。あれなんだろう。あれイソシギか。イソシギだ。そういうことで皆さん今日の動画いかがでしたでしょうか。今日は久しぶりにねモズに会いましたですね。よかったですね。はい。なんでカワセミにはねちょっとやっぱり時間帯なのかな。ちょっと今日遅めに出た関係で一回こう飛んでるところをね見ただけなんですけど、あとはあれミサゴね、ミサゴが飛んでる姿、結構な枚数の写真撮りましたんで、少しはいいのあるんじゃないかなと思っております。はい。今日ちょっと不思議なのは、多分カルガモに一回も会えてないですね。定番のカルガモなんですが。一度も会えてません。どっかみんなで飛んでいっちゃったようですかね。はい、そういうことで
今回の動画がもうお暇つぶしになったとおっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、あれはなんだ、ゴミか、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。おお、カワセミ、カワセミです。なるほど、そこにいましたか。これはいいチャンスですよ。反対側から取れるかな。知らんぷりして通り過ぎます。まずはそれで反対側から狙いますよ。知らんぷりして通り過ぎます。今真横通りました。うそやん、目離した隙に飛んだ。いや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 、そんなことある。だって餌狙ってたもんね。あやあ、ちょっとだけ待ってみようかな。はい、結局ちょっと、欲出して光の位置とか考えて、撮ろうと思って追い抜いたら、そのうちどっか行ってしまいました。カワセミね、残念でした。また、繰り返しますが、暇つぶしになったよとおっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、コメントをよろしくお願いいたします。特にコメントは励みになります。それでまたこの前みたいに、あなたここをこうやって撮った方がええんちゃうのとかね、ご指摘ご助言いただけましたら本当ありがたいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ヤギオヤジでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。